ここ抜けれるんかな。いやー無理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 、もうすでに無理、もう半ば諦め。上から落ちてくるやつやろ。この板も上から落ちてくるしよ、むっちゃダメージ食らうし、これ倒れてくるやつじゃない。今のブラスターじゃ壊せないんですよね、これ攻撃力ないんですよね。やばい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 、回復くれい。抜けたけどかろうじてですよこれ本当に。いや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 、わからんわからんわからん、バラン殺しされる。ゲームシステムに関与されるっていう一番辛いパターンなんですけど、やばい。え、わからん。ここで回復を取って、ここでもう一個回復取って、あこれそっち、おい仲間に殺される。うっそや、仲間に殺されるとは思わなかった。ここで回復を取って、よし、倒せんか。ここでまさかペッピーに殺されるとは思わなかった。逆向き逆向き、あ、撃ったら止まるんか、あいつ。よし、わかった。わからん殺しが多い。本当にわからん殺しだらけなんですよね。うっそやー、ペッピーに殺される。あいつ絶対殺しにかかってきますよね。ここからいやいや無理無理、あの撃つんか撃たんかわからんしよ。撃ったら方向変わるよっていうのを教えてくれるのはいいんですけど、教えてくれるのはいいんですけど、普通こっちに利益が出るように動いてくれますよね。当たる、わっけわからん。よし抜けた、とりあえずゴリ押して抜けた。あそこくぐったらなんかいいことありそうですけど、
くぐる勇気ないからね。今はもうダメージをいかに軽減するかっていうことしか考えてないので、くぐるぐらいやったら逃げた方がマシよ。今は体力も結構あるし、余裕があるし、余裕があるからこそ安定した動きをしてあげないと大変なことになるので、あとお会いかけられるし、さすがにちょっと激しすぎる、周りが激しすぎる。これむずいな、気にならんぐらいむずいっすね。ない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 、いけたいけた。スターフォックス1むずいっすねこれ。でもアサルトのゴールドはあれはただ単に耐久力上がってるだけなんで、こいつはなんかさっきおったねこんなやつね。なんか決死の覚悟で倒したような気はしますけど。分解するんかい、分裂するんかい、お前ボムないぞ。あ、なんかアタックフォームみたいになった。どこや弱点、下か、めがけて飛んでくるんやね。あのボール打ち返したりできんのかよ。本気で避けんといかんのか。むずいむずい。とりあえず画面全体をこうぐるーっと回るような感じで。おかしいおかしい、飛んでくる量がおかしい。避けて避けて、怖い。うっそや、めっちゃ調子良かったのに。よしよしよし、あの連打を避けたら、くそ一発でかっ、当たってもうたか。あのビームも多分一発でも食らった折なんだろうな。本当にリプレイ機能は様々ですよね。リプレイ対応しまくってますからね。このゲームその超絶プレイとかできないので、あれやまんかな、あの攻撃全然やまんやん。頼むわー、頼むわー、長すぎるわあの攻撃。やばい、油断した。よし、第2形態やるし、マジか。このゲームむずすぎるだろう。弱点どこかわからんし、あの戦闘機みたいなやつかな。よしよし、倒した。あー、倒したよ。倒したけど、ここがグレードインかもしれん。
こで死んだら終わりやもん。回復とかもないやろうし。いつの間にここまで来たって言うけど、だいぶ前からここにおる。なんなら何回もリプレイした。やばい、必要のないダメージを食らってしまった。やばい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 。これでもゲームオーバーなんよね。よし、しっかり見てしっかり見て、こことか無理やんね。難しいっていうレベルじゃないんですよね。逆やった。何回でもやって覚えるしかないこれは。くっそ、シビアすぎるだろう。まあ一発。もうちょっとさ、こう余裕が欲しいよね。空間的な意味で。来たか、来たー来たー、よっしゃ来たー、来てやったぜ来てやったぜ。アンドルフよ、1時間以上かかったけど、何回やり直したか。赤いぜ、充血してるぜ。やべ、食らった。とりあえず固め潰したら、耐久高いな。強っ、耐久高っ。こんなに難しいんやこのゲーム。リプレイ機能なかったら僕絶対やってないっすよこれ。ぐー逃げろ。よし、固め潰した。蓋はしっかり避けて、よし壊した。この状態でなんか攻撃してくるんやろうか。特にしてこんね。ああ牛になった。なんか変形してきやがったこいつ。つ
強いっつうか当たらんな。常に攻撃をしていって、よしよし、固め潰れた、よし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 。よし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 。黄色になった。あれ終わった。よっしゃー、よっしゃー、終わった。長かった、長かったよ。レベル3クリアしたんで、なんか変わったエンディングを見せてくれたらいいんですけどね。めちゃくちゃボロボロよ。あのくるくる回るところが一番難しい。くるくる回る障害物が出てくるところが一番難しい。避け方わからんもん。遠近感ないし。アベレージが 82% か。This is Corneria, Pepper speaking. Congratulations on a job well done. Roger, I'm heading back to Corneria. ああ、長かった、長かった。デストラクター。ウェポンはプラズマ。こいつ強くなかったな。こいつ強かったな。跳ね返してくるのが強かったですね。ブレードバリア、くるくる回ってこっちのブラスターを弾き返すのが強かったですね。でこいつか、モナークドドラ。これはスターフォックスゼロでしっかりリメイクしてくれてましたね。頭打って首引っ込めてってやつ。アトミックベース2。こいつはあれですね、周りの電撃が鬱陶しいだけで、あれさえ解除すればそんなに強くないですね。こいつはそんなに強くなかったな。周りの出っ張りを攻撃して、スピーニングコア、周りの出っ張りを壊したらコアが出てくるんで、それ越したらよかったですね。こいつが一番強かったのは確か、ん、こいつじゃなかったっけ。グレートコマンダー、グレートコマンダーが一番強かったな。こいつもまあ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 強かったかな。アンドルフ、てんてんてん。え、これも新アンドルフじゃないん？あ、じゃあもう次回作を作ること前提だったんですね、これ。
ぱあれがアンドルフってあんまりイメージないんですよね。ハリボテアンドルフって、まあ所詮ハリボテなので仮面といえば仮面なんですけど、あレベル3クリアしたけど特になんもないんかな。なんかジエンドの画面が変わるとか、そういうのないんですかね。あ、暗くなった。スリープモード入るなや。これもね、実況、まあ、させてもらいましたけど、正直64の方がいい。展開が分かりやすいし、多分見よる人も見やすいでしょうし、プレイする側もね、やりやすいんですよね、64の方が。面白いし、64の方が。まあ、初代作なんで、多分課題がいっぱいあったんでしょうね。まあ、初代作なので、やっぱりどうしても、欠点っていうのは、いくつかあって、まあ、それが64版でしっかりリメイクされた時に改善されてたんで、まあそれはそれでよしかなと思いますが、それにしても本当にこれクソゲーっていうほどクソゲーではないけど、そのなんかこうシステムが理解できないんですよね。接触ダメージの感覚が、敵と接触してないはずやんにダメージ食らってるとか、なんかそういうのが多かったんで、まあ仕方ないかな、スーパーファミコンなんで仕方ないかなとは思いますけど、でジエンドと、で特に何もないと、これが終了ってことですね。よし、レベル1、レベル2、レベル3と全部やりました。そしたら次回は、このスターフォックスの隠しステージになりますかね。ブラックホールと、もう一個、アウトオブディスディメンションっていうところがあるんですが、その二つをやって終わりにしたいと思います。よかったら次回も見てください。ペンギンでした。